い、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、自由研究シリーズ22、生き物編クワガタムシです。前回21番のカブトムシを作ったね。そうだね。うん。で、今回はこの新しい22番のクワガタを作ってるね、うん。これは先日発売されたばっかりですね。はい。じゃあ早速作っていく前に、黄金の5秒間。はい。今日もやっていきましょう。はい。この間にチャンネル登録が、この動画がいいなと思ったら高評価お願いします。はい。せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな？くれたかな？そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタンお願いします。お願いします。では早速組み立てていきましょう。せーの。お。あ、前回と同じ感じだね。やっぱりシールとか羽もちゃんと入ってるね。そうだね。これだけ入ってたね、はい。また2個ずつだね。そうだね。2体今回も作れますんで、うん、まあ、同時にパパとエシン君で作っていく感じでしょうか。はい。またこれもあれなんでしょう。対象年齢が15歳以上なんでしょう。あ、そうだね。やっぱり。はい。じゃあ作っていきましょう。はい。ノコギリクワガタ完成したね。はい、完成しました。いやー、こりゃいいわ。またクオリティ高いね、うん、この前のカブトムシ同様ね、うん、ちゃんとできてる。大きさはやっぱり同じくらいだね。そうだね、スケールが合わさってる感じだね、うん、こうやって戦えそうじゃん。うん、すごいわ。可動は大顎と触覚と腕と頭の部分と胸の部分もちょっと回転して、うん、あ、そうだね、中足、後ろ足、そうだね、そして羽かな、うん、今回ありがたかったのは足があらかじめこう組み上がってたね。そう、これが一本の足だったので体にペトってつけるだけだったね。うん、からこの辺は簡単でしたね。うん、カブトムシと同じように羽パーツがついてて飛ぶとこもできるようになったね。そうだね、飛ぶシーンを再現できますね。うん、こんな風にクワガタ羽がついてんだね、うん、カブトムシと、カブトムシと違う、違うね。クワガタはこういう向きだけどカブトムシはよく真横だね。そうだね、うん、全然違ったんだね、知らなかった。虫が苦手な方ちょっとごめんなさいね。はい、ドアップだけどね、うん、ここが触覚だね。うん、これ、はい、それでこの顎ラインについてる、ここわかるかな、うん、このちょっとビッて出てるのがコアゴヒゲ。あ、あ、これね。そうそうそう、本当だ、ちゃんとある。そしてこのブラシのような口もちゃんと細かくなってる。あ、すごいいい出来。あ、確かに特別展昆虫ででっかいやつ見たもんね。そう、あの時これあったね、ブラシみたいなのね、うん、へえ。ちゃんと台座もついてるね。和名はクワガタムシって書いてあるね、うん、で、学名もちゃんと英語になってて、甲虫目、カブトムシ赤、コガネムシ浄化。カブトムシと同じようにこんな感じで台座に置けるわけだね。うん、顎が引っかかるね。顎が引っかかる、そうだね、顎引っかかる感じ、うん。ちなみに作る時間は20分くらいだったね。そうだね、20分くらいだったね。そう、カブトムシと、うん、この20分より20分早く完成してくれたね。そうだね、カブトムシよりかは簡単にできたかな。うん、あとカブトムシと同じように触覚のパーツがね、余分についてたので、そういった意味では作るときは安心でした ね、うん、1個折れてもまた1個使える。そうだね。ちょっとパパが嫌だったのはこのお尻部分がどうしてもあの G に見えちゃってさ、あのね、あれね、そう、あれに見えちゃって、なんかちょっと後編作るのテンション下がっちゃったかな、うん。はい、というわけで今回は自由研究シリーズ22、生き物編クワガタムシでした。はい、ということで今回の動画は面白かったとか気に入ったと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。お願いします。そしてぜひ友達に教えてください。教えてください。それと今回のおすすめ動画はここら辺に出ていますので、ぜひチェックしてみてください。ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はここら辺からよろしくね。というわけで今回は以上でございます。バイバイ。バイバイ。ちょっと噛んだ。